はい、こちらです。次の極限を求めよう。はい。リミットへの無限大。3の n 乗足す2の n 乗分の2の n 乗引く1ですね。もちろん、忘れないで。このまとめの時に何も言わなかったけど、いつもいつも頭の中で、後ろで、これが走ってる。まず入れてみる。ね。極限の基本はまず入れてみる。入れてみると、2の n 乗、2の n 乗。はい、それが無限に。3の n 乗も無限になる。つまり、無限大分の無限大の極限であることに間違いはない。 ところが、こちらの補足事項を見ていただきたい。先ほど言った収束条件とこれ。特にこっち。2の n 乗と3の n 乗だったら、3の n 乗の方がものすごいでかいんじゃなかったっけそうです。これだったら、はい。2の n 乗と比べたら、3の n 乗ものすごく大きいので、分母の方が大きいと言えますね。はい。なので、これ分母分子。ほら。2の n 乗でも3の n 乗でもどっちでもいいけど、割れば分母の方が大きくなりそうじゃない試しに、分母分子を、 2の n 乗で割ってみよう。はい、このようになります。2の n 乗で割ると2分の3の n 乗。これは1だね。で、これも1で、これも2の n 乗で割ると2分の1の n 乗になりますが、ご覧の通りです。はい、マイナス1から1の間の時は0ですから、これ、0に近づきますが。はい、こちら2分の3の n 乗。こちらは、もちろん1より大きいですから、正の無限大。 つまり、無限分の1。つまり、分母がどんどん大きくなるので0。これに収束するということが分かりますね。分母の方がものすごく大きいという、この感覚をしっかりと養っていきたい。で、もう一つのやり方として、分母分子を3の n 乗で割ってもいいということですね。これも行きましょう。はい、こちらです。え分母分子を3の n 乗で割りました。そうすると、これは1になります。これ3の n 乗で割れた3分の2の n 乗。こちらも同様。 で、これ3の n 乗で割ると3分の1の n 乗で、これ0に近づきますね。ほら、マイナス1から1だよ。全部そうじゃない。これも0に近づく。これも0に近づく。だから、1分の0。で、0に収束します。あの、数学嘘つかないから、どちらでやっても大丈夫ですね。ま、あ、こちらで解く先生の方が多いかもしれませんけどね。はい、どちらでも大丈夫です。では、カッコの2番です。こちらです。カッコの2番。はい。 こうですね。極限の基本は、まず入れてみる、入れてみると、全部無限ですよ。1より大きいのだらけだからね。無限大足す無限大分の無限大引く無限大です。で、お分かりの通り、さっきと同じことが起こります。はい。バカでっかーくなるのはどれでしょうか一番大きい。全部無限なんだけども、もちろん4の n 乗。4が一番大きいからね。なんで4の n 乗が全体に一番影響を与えます。まあ、はっきり言ってこれらから見れば、この2つはカスみたいなもんです。 はい。なんで、この状態、分母と分子が同じ一番大きい数字の n 乗が出てきたら、分母分子をこの4の n 乗で割りましょう。はい。こういう感じですね。あ、もちろんこれ4分の2の n 乗ですから、えー、2分の1の n 乗、約分しちゃっても構いませんけど、はい。どうせ、マイナス1から1の間にあるのは0に近づくんだったよね。はい。ですから、これも、これも0に近づく。はい。やっぱり全体に影響を与えるのは4の n 乗でした。 これとこれの1マイナス1、日の通りですね。マイナス1。こちらで答えになります。はい。このように一番大きい数字がね、分母と分子に揃っていると割と楽だよね。はい。では次々参ります。今度はカッコの3番です。はい。今度はこんな問題です。はい。極限の基本はまず入れてみるんだけど、ほら、ちょっと違うでしょ。複雑になってるよね。ほら。 二分の一の n 乗、三分の一の n 乗、四分の一の n 乗が登場しています。二分の一とか三分の一とか四分の一はもちろんこの中に入ってます。マイナス一から一の間に入っているから、全部ゼロに近づいていきます。ゼロ足すゼロ分のゼロ引くゼロ。まあ、不定形だよね。はい。で、こちら行きたいんですけど、どれが一番影響を与えると思いますさっき、二の n 乗、三の n 乗、四の n 乗があったら、四の n 乗が一番大きかったでしょ。ってことは逆にだよ。これ、四分の一の n 乗って、 4の n 乗分の1じゃない。で、2分の1の n 乗って、2の n 乗分の1じゃない。で、これとこれ分母を比べたときにこっちの方が大きいわけだから、これの方がすごいちっちゃいわけ。分母がものすごい大きいから。ってことは、これの方が、これよりも、だいぶちっちゃいんじゃないんですかってちょっと変だけど、こんなイメージで書きました。はい。なので、 一番全体に影響を及ぼすというか、残ってくるのはこいつら。これから見れば、これものすごくちっちゃいんじゃないかってことで、この2分の1の n 乗を残す方向でいきます。2分の1の n 乗を残すということは、2分の1の n 乗に2の n 乗をかければ1になるので、はい。ということで、分母分子に2の n 乗をかけることにします。では参りましょう。分母分子に2の n 乗をかける。一応書いておきましょう。分母分子に。 2の n 乗をかけるぞってことですね。はい、参ります。こんな感じです。2の n 乗をかければ、はい、4分の2の n 乗、足す、これ2の n 乗をね、かけたら1になりますか1。で、これも1になりますから、3、マイナス、これ2の n 乗をかけて3分の2の n 乗となります。やっぱりね、やっぱりね、やっぱりだよ。 はい。二分の一の n 乗が一番大きくて影響を及ぼしそうだ。その通り。これら以外はカスみたいなもんじゃないこいつらって。やっぱりそうだった。カスだった。こんなのゼロに近づくでしょう。もちろんのこと、マイナス一から一の間にあるからね。ということで、全体に影響を与えたのは二分の一の n 乗のこの係数、一分の三。で、答えが三となるということですね。少しずつ少しずつ慣れてきたかなと思いますね。あともう少し。でも、あと三問かな。全部で六個やりますから。 カッコ4番参ります。はい、カッコ4番こんな問題です。さあ、2の n 乗引く5の n 乗。あ、なんかさっき似たようなやったね。これ3の n 乗引く2の n 乗っていうのをやったじゃない。その時に3の n 乗のがバカでっかいんですよって話でした。これも一緒なんだけど、まあ、大きさの順番が違う。こっちの方がすごい大きいよね。5の n 乗のがものすごい大きいので、もう予想できるでしょ、答え。答えはマイナス無限大になると思います。 だって、これよりこれの方がバカでっかいんだもん。それを引くんだもの。はい。そしたら、5の n 乗でくくりましょう。はい、こう。5の n 乗でくくりました。で、5分の2というのはマイナス1から1の間なんで、0に近づきますね。5分の2の n 乗は。はい、0に近づきますよ。はい。そして、もちろん、前のやつは5の n 乗は、正の無限大に発散します。それに、マイナス1をかけるので、これは、 負の無限大に発散するということになりますね。はい。負の無限大に発散するのもね、今までもやってきたね。はい。という感じ。ちょっと一個こういうの差し込みました。あと二つです。こんな問題。はい。リミットへの無限大。ほら、登場。たまには登場させないと。こちらです。振動くんですね。振動くんを登場させないとね。 はい。で、極限の基本はまず入れてみる。それはもちろんなんですが、入れてみるとどうなるかというと、この4とかマイナス1は普通の数字なんでいいんですけど、2の n 乗はもちろん1より大きいからこれは正の無限大に、ね、発散。マイナス3の n 乗っていうのは振動するじゃない。振動するんだけども、もしね、これがマイナス1の n 乗だったら、絶対値がこっちの方が大きくなるけど、これマイナス3の n 乗、相当影響力強いのわかるかな マイナスがついてるけれども、2の n 乗に対して、2に対して3、ほらほらほら、これこれこれ。2の n 乗より3の n 乗ってバカでっかいんだゃな、かったっけだから、マイナス3の n 乗だって、絶対値としては2の n 乗よりものすごい大きくなります。ただ問題は振動しちゃうことにありますね。怖いですね。じゃあ、一回分母を安定させましょう。分母分子別にマイナス3の n 乗で割ってもいいんだけど、分母が0に近づいちゃうのであまり綺麗じゃないから、分母分子2の n 乗で割ってみます。 こういうことだね。2の n 乗で割るってことは、まあね、ここのところは1ですけども、2の、2分の1の n 乗をかけるのと同じことですよね。で、これも2の n 乗で割るってことは、2分の1の n 乗をかけるのと一緒。これも2の n 乗で割りましたら、こうなりますね。はい、ここの部分はもちろん0に近づきます。だいたいそもそもこれとこれから見れば、これらはカスみたいなもんだっていうことは分かってるから、予定通りこれは0に近づいてくれて結構ですね。で、問題はこれとこれだけど、これのが影響力強そう、やっぱり強かった。 こっちを1に安定、つまり分母を1に近づくように安定させたときに分子にマイナスのこれが出てきちゃった。つまりこの状態で振動してますよね。だからもうこれは振動すると。イコール振動と書いてもいいですけど、これは振動するということになりますね。このようにやっぱり負の数になっても絶対値が大きいとは影響力大なんだってことも分かっておきましょう。では最後の問題です。こちらになります。 カッコ6番最後です。はい、行きましょう。はい、極限の基本はまず入れてみる。そして入れてみたときにどうなる。入れてみたときにそれぞれ2の n 乗は正の無限大。3の n 乗も正の無限大。マイナス4の n 乗はもちろん r がね、マイナス1よりちっちゃいので、マイナス1以下の中に入ってますんで、振動します。正の無限大と振動でいるけども、さっきからやってる通り、絶対値が大きいものが一番影響力を与えるんだった。つまり、このマイナス4の n 乗、 正だったり負だったりするけども、3の n 乗とか2の n 乗と比べたら絶対値が大きくなるので、全体の値に影響を与えているということになります。なんで、まあ予想としてこれだから足すみたいにちっちゃいと思ってください。これ、うまいこと絶対値が一番大きいものが分母と分子にいるので、もしこれがただの4の n 乗だったとしたら分母分子、4の n 乗で割るのと同様に、これ、マイナス4の n 乗で分母分子を割ります。 こうですね。マイナス4の n 乗で割りました。ここら辺は1になります。そしてこれ、マイナス4分の3の n 乗ですね。マイナス4の n 乗で割りました。マイナス4の n 乗で割ると、これ、マイナス4分の2の n 乗となります。予定通り、これらはカスみたいにちっちゃくなりますよ。だって、マイナス1から1の間だもんね。0に近づきます。はい、これも0に収束します。はい、ということになりますので、はい、こちら。やはり影響力大だったこれら。 1>, 1とマイナス1。この係数が残って、マイナス1というふうになってきます。はい。だいぶ慣れてきたかなと思いますが、この後、次の動画で、分数形の場合分けの問題もありますので、もしよければ、そちらもぜひご覧ください。大事なのは、できることを確実に。どうだったかな理解ちゃんとできたかな理解ができたら、 自分の力でも解けるようにアウトプットできるように頑張ってみましょう。数学はね、いろんな単元が繋がってますから、いろんなところでわからないことが出てきたら、それを自分で調べられるようにこちらでも用意してますので、安心して受講してください。それでは、お疲れ様。